本日最初にご紹介する映像は、父親が息子に心霊ドッキリを仕掛ける様子を撮影したものです。ただのドッキリ映像に奇妙なものが映ります。ご覧ください。いかがだったでしょうか。撮影者が息子を驚かせるために浴室に幽霊の写真とカメラを置き、息子が浴室に入るまで待ちます。撮影者の狙い通り、息子が驚いて逃げ出し、映像は終了します。しかし映像をよく見てみると、息子が浴室に入るまでの間に謎の人影が映ります。反対側の映像を見ないと何とも言えませんが、撮影者曰く浴室には誰もいなかったそうです。なんとも不思議な話ですが、果たしてあの人影は幽霊だったのでしょうか。次は南米のある民家に設置された防犯カメラが撮影した映像です。映像にはリビングが映っており、投稿者の飼い猫が奇妙な現象に遭遇します。ご覧ください。いかがだったでしょうか。防犯カメラはリビングを映しており、画面右下に置かれた人形を飼い猫が何かに警戒するように見ています。すると突然、人形から透かしっぺのようなもやが現れます。そしてこれに驚いた猫が逃げ出し、映像は終了します。猫の反応を見る限りフェイクではなさそうですが、果たしてあのもやは一体何だったのでしょうか。次はモーガン・ランパードという女性が投稿した映像です。モーガンはアパラチア山脈の麓で農場と牧場を経営しているそうです。ある日、強風により牧場のフェンスが数箇所倒れたため、モーガンは夫と二人で様子を見に行きます。その際にモーガンたちは奇妙な現象に遭遇します。ご覧ください。 We're on an adventureCheck on the fence line to make sure no trees fell on it because we had like 50 mile an hour winds. We're gonna check it instead of my dad. Oh god. I'm freezing. It's cold, isn't it? Pretty. Oh god. What? What did you say to that? I said, oh god. Okay. Sure.Hey, don't run. It's okay. We're good. I don't hear you. Go. Okay. It's okay. Are you messing with me right now? Hey, I don't really hear anything. We hear. You don't hear. いかがだったでしょうか。映像にはモーガンたちがフェンスを見に行く様子が映っています。夫婦が仲良く話をしながら歩いている。突然ベイビーという声が聞こえてきます。Oh, God. 風の音で聞き取りにくいですが、
女性の声のようです。最初モーガンにはこの声が聞こえなかったようですが、夫の指摘を受けて気づいたそうです。気味が悪くなった二人がその場から逃げ出し、映像は終了しますが、果たしてあの声は一体何だったのでしょうか。次は幽霊が映ると言われているキネクトカメラの映像です。撮影者は犬を飼っており、この犬がリビングのある一角に向かって吠えたり、うなり声を上げて警戒したりするそうです。目に見えない何かがリビングにいるのではないかと考えた撮影者はキネクトカメラを使って撮影を始めます。ご覧ください。No co się dzieje, beczko? Co? No co? Na mnie? No co? Jestem tu, hej, jestem. No co? Jestem tu, kochanie. Jestem przy tobie, tak. Co się dzieje, co? いかがだったでしょうか。撮影者の飼い犬がリビングの机が置かれた場所に向かって吠えています。撮影者がその場所にキネクトカメラを向けると、人の形をしたものが映ります。海外では幽霊を捉えた映像だというコメントが多いですが、個人的には机にご反応している可能性もあるような気がします。何とも言えない映像ですが、皆さんはどう思われるでしょうか。次は雑な心霊映像のコーナーです。このコーナーでは他のチャンネルでは紹介されない雑な心霊映像をご紹介します。それではご覧ください。いかがだったでしょうか。貞子とユーマ、どっちに注目すべきか悩みます。次は海外の大手掲示板レディットに投稿された写真です。写真は投稿者が以前働いていた職場で撮影した写真で、この職場では夜になると子供の泣き叫ぶ声が聞こえたり、誰もいないのにノックの音がするといった怪奇現象が起こるそうです。その他にも、ここで清掃員として勤務していた女性がトイレで泣き叫ぶ女性の声を聞いたため中に入りましたが、誰もいなかったそうです。そんな怪奇現象が頻発する職場で撮影された写真に奇妙なものが写っています。ご覧ください。
いかがだったでしょうか。写真には従業員たちが集まり、楽しそうに団らんしている様子が写っています。しかし画面左側に映るドアをよく見ると、窓の部分に年配の女性のようなものが写っています。この写真について、曖昧な模様の中に意味のある形を見出してしまうパレードリア現象だというコメントが多いですが、冒頭で説明したこの職場で起こる怪奇現象から、この場所に取り付いた幽霊ではないかという意見もあります。皆さんはこの写真を見てどう思われるでしょうか。次は2023年10月に撮影された不気味な映像です。映像にはおもちゃの紹介をする少女が映っていますが、この少女に不気味なことが起こります。ご覧ください。Hey guys, today I'm going to show you my scary toilet collection that I just got today. We went to a toy store and they had all of these things, like this cameraman, these tiny little action figures, and we went to a restaurant with pancakes. And we also got ice cream that day. I'm having a lot of fun.いかがだったでしょうか。少女がカメラの前でおもちゃの紹介をしていると、突然少女の表情が凍りつきます。まるで見てはいけないものを見てしまったかのような表情です。何かを目撃して恐怖を感じた少女はその場から逃げ出します。それからしばらくして人影のようなものが通り過ぎ、映像は終了します。情報が少ないため少女の家に幽霊が出るのかは不明ですが、果たして少女は一体何を見たのでしょうか。そして少女が見たものとあの人影は何か関連があるのでしょうか。次はアッシュ TM が TikTok に投稿した映像です。投稿者は犬を飼っており、最近飼い犬がダイニングテーブルに向かって吠えたり、警戒するかのようにうなり声を上げるそうです。飼い犬の様子を不審に思った投稿者が撮影を始めます。ご覧ください。 Dog sees ghost and becomes terrified. What's wrong, Adam?There's something over there? Look at your bear standing up. Autumn, what is it? Autumn, what is it? Come here, come here, come here. Mama's got you.
Mama's got you. What's wrong, Autumn? I gotcha. It's okay. It's okay. Oh my God. Are you okay, Autumn? Come on, let's go over there and see what's wrong. Come on. What is it? Come on. Come on. What's wrong? What is it? Shh. What is it? いかがだったでしょうか。投稿者の飼い犬がダイニングテーブルの方に向かってうなり声を上げています。映像をよく見ると飼い犬が小刻みに震えています。投稿者がダイニングテーブルの方へ向かいますが何もありませんでした。飼い犬の様子を見てもフェイクのようには見えませんが、果たして飼い犬は一体何を見たのでしょうか。次はアンアンサードユニバースが TikTok に投稿した映像です。映像にはワンピースのルフィのようなびっくり人間が映っています。ご覧ください。いかがだったでしょうか。彼はゴムゴムの実でも食べたのでしょうか。最後はギンペディアのコーナーです。このコーナーでは心霊映像がより面白く見れるようなオカルトに関する豆知識をご紹介していきます。この前ウィッチャー3をクリアしましたので、今回はワイルドハントについて話したいと思います。ワイルドハントは北欧を中心としたヨーロッパの大部分の地域に古くから伝わる伝承で、漁師の格好をした死者や死を司る妖精が馬や猟犬を伴い空や陸を退去して移動する現象です。ワイルドハントは戦争や疫病の流行を予兆するものであり、目撃した者は死を免れず彼らの移動を妨害したり追いかけたりした者は彼らにさらわれ迷路へ連れて行かれると言われます。北欧神話ではワイルドハントはオーディンの狩猟団とされており、オーディンの渡りとも呼ばれています。ワイルドハントは10月31日から冬至までの期間に現れやすいとされています。北欧神話において10月31日はサムハインといい、現世と霊界を隔てる壁の厚さが一番薄くなる時期とされており、ハロウィンの起源とも言われています。オーディンは8本の足を持つ相場スレイプニルにまたがり、狩猟や犬を従えて移動すると言われています。余談ですが、キリスト教化する前の北欧では冬至の前の夜になるとスレイプニルのために干し草と砂糖を入れたブーツを暖炉の傍らに置く習慣があったそうで、またオーディンは相場へ餌をくれた見返りとして子供たちに贈り物を置いていくという言い伝えがあったそうです。ワイルドハントはただの伝承だと思いきや、古文書にワイルドハントを見たという記載が数多く残っています。イギリスで書かれたアングロサクソン年代記によると、多くの人々が大勢の漁師たちがかりをしているのを目または耳にしていた。彼らは黒く巨大で醜く黒い馬またはオスのヤギに乗っていた。彼らの連れていた犬は漆黒で皿のような耳をしていて恐ろしかった。ピーターバラのディアパークの空に見えた。その町からスタンフォードまで森伝いにその光景が見えていた。その夜修道士たちは彼らが笛を吹いているのを耳にしたと書かれています。ワイルドハントには必ず犬がおり、その理由はキリスト教化する前のヨーロッパにおいて犬や狼は守護神であり亡霊を喰らうものでした。肉が骨と切り離されるまでは魂は来世で自由になれないという考え方があり、
犬や狼は肉体を食らうため死者の魂を自由にする存在とされていたそうで、この犬の一団はナイトハウンズやヘルハウンズと呼ばれています。ワイルドハントは災いを呼ぶ存在とされていますが、調べてみるとキリスト教会以前の伝承では子供や死者に優しかったりするエピソードがあるため、おそらくキリスト教の普及により異端の伝承として扱われ、不吉の象徴のような扱いになったのだと思います。余談ですが、ウィッチャーの続編が開発されるそうなので今からワクワクしています。それではサムネに困らなかったのコーナーです。今回はサムネに困らなかったためアニマル映像をご紹介します。ご覧ください。いかがだったでしょうか。ペンギンを撃つシューティングゲームに見えるのは私だけでしょうか。ご視聴ありがとうございました。本日の動画はこれで終わりです。贅沢は言いません。よろしければチャンネル登録と高評価、他の動画を10本ほど見てください。それではさようなら。